はい、プラトニックブラッドということで、ただいま収録の方終わりましたよ。はい、はい、お疲れ様です。はい、私はですね、ローゼライトさんという役をやらせていただきました。ローゼライトさんですか？あなたは誰ですか？はい、鳥海浩介ですよ。はい、はい、じゃあもう順番にですね、交番表の順番にですね、いきましょうね。自分の自己紹介なんかをね、はい、してください。はい、まずはじゃないですね、続いてはですね、アズライト役の近藤隆です。ビーボに所属しております。はい、続きまして、はい、ベリル役をやらせていただきました下月ゆかりです。はい、はい、そして、はい、アメジスト役をやらせていただきました畠山豪介です。はい、ということで、はい、この4人でですね、あのフリーなトークをね展開していこうかなと思ってますけどね。はいはい、フリートークですからね。フリートークですからね。我々にフリートークをしてくれと言ったからにはですね、本当にフリーなトークをしてくれと思います。何をどうなるか分かったもんじゃないと。ないと、別に作品の話なんかしないかもしれません。フリートークですからね。まあと言いつつもですね、うん、まあそんなわけにもいきませんので、うん、まあそうですね、自分のやった役の感想なんかを、まあ定番ですけども、そうですね、言っていこうかななんて思いますけど、じゃあまずコンちゃんからいきますか。はい、私エズライトですね、はい、まあアズくんなんですが、はい、これちょっと最初にイメージで抱いたな、うん、あの物静かでちょっとこう線の細い可愛らしい感じかなと思ったんですけど、うん、やばい、よく台本とか資料をいただいてみるとベリルに被るなと思って、一生懸命違う方向へってスライドするように頑張っておりました。はい、まあ、キャラクターとしては、うん、まあ、演じるという意味ではそういう部分がちょっと、自分で軌道修正とかはあったんですけど、でも、はい、概ねやっていて、特にね、あのローゼとのトリファンとの会話が、うん、とても楽しかったので、やってて面白かったですね。はい、じゃあ続きましてはベリルさんですね。はい、はい、ベリルという役なんですけど、はい、僕が今までやったことがないタイプというか、お、うん、まあ、僕ぶっちゃけあの普段こういったゲーム自分でやったりもするんですけど、お、うん、こちらはもともと携帯ゲームとか、はい、うん、はい、その乙女ゲーと言われるジャンル、はい、ショタ来たーと思ってなるほど、絶対自分にはないなって思ってた部分のキャラクターだったんで、全くない引き出しを開けるというか、引き出しを一からこう作ってきたんですけど、まあ、作りきれてなかったかもしれない。いや精一杯頑張りました、ね。世の中何が起こるかわからないですよね。普段はそういう役ではないんだ。もっとそうですね、うん、あのこういうなんか男の子何人組みたいなやつでも、うん、どちらかというと、まあ、無口クール担当みたいなところが多かった。今回無口クールあんまりいなかったですね。新しい扉を開いたと、はい、そうですね。じゃあ続きまして、はい、アメジストやジスさん、はい、ジスの畠山です。はい、はい、僕もそうですね、下月さんと非常にそんな感じで、あの自分に普段ないこんなミステリアス、うん、ボーイをやることないものですから。ボーイですかね。ボーイというか、ガイです、ね。全員ボーイなのかなって。みんな何歳なんですか。何歳なんだ。バンパイアですか、はい、うん。あんまないので、普段もおちゃらけてたり、ヘタレやつだったりとかっていうのが多かったので、はい、うん、でもまあ資料とかあとゲームも自分でプレイして、うん、だんだんそのジストの共通点を見つけていて、酒が好き、うん、エロい、あと自分の部屋では基本裸っていう、お、ラ族ですか、ラ族ですか、そんなところが、まあ暑いですからね最近。冬は、はい、冬はさすがにパンツぐらいは、パンツぐらい、はい、1枚なんですね。パン1で、はい、パン1で、なるほど、はい、収録の時もね、まあ、今もね、まさしくパン1でやらせてもらってます。とてもね、あの音声だけでしかお伝えできないんで、ね、残念なんですけど、ね、残念ですけど、ね、もう気合が入ってるってことでね、はい、非常に楽しくやらせてもらいました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ私ローゼライトさんですけどね、はい、まあ、基本バカでしたね、うん、一番偉そうにしてるけど一番こうみんなにそうなんいいようにされてる感じ、いじられてる人で、うん、あとはずっと突っ込んでいる、ね、うん、俺様ぽいけど、うん、なりきれてないから、ね、うん、なんかヒロインにもあんまりそういう風に扱われてなかった感じがしたのでですね、まあでもやってて楽しい役ではありましたね。愛すべきキャラですよね。そうです、ね、一番可愛いですよね、うん、ありがとうございます。もう愛すべきバカってやつ、ね、まあそんな感じで、やらせていただきましたけどもね、うん、もうちょっと喋った方がいいですか、客的にはね。あ、もう大丈夫大丈夫、これ以上むしろ喋るなと。そうですね、もうあの楽しい時間が過ぎる、ありがとうございます。はい、ということでですね、プラトニックブラッド、今回音声入るのは初めてということでね、声が入るのはね、うん、こんな感じになりましたけど、今までゲームやってた方もですね、うん、これまだやってないよって方もですね、プラトニックブラッドもよろしくお願いいたしま す、ね、お願いします。はい、ということで本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら。さようなら。